ええー、そっか、塾のここでございます。ヤフーニュースに出ました。ちょっと深夜なんですけどもね、このページを開いております。河合克行、案里夫妻、18日逮捕へということですよね。まあ、法的には絶対にね、やましいことはしてないって言い続けた二人だったんですけども、まあ、このようになりました。さあ、検察の方針、えー あこれね、18日に逮捕するという警察の方針ですね。もう今日ですね、参院選の巡る買収の疑いで、これね、買収を受けた方が、もうそれを認めてお金をもらったと言ってね、それで、えー、辞職されてるわけですよね。となると、 じゃあ片、片っぽが、確かにやりましたと言って、えー、お金まで証拠として出してね、辞職されてる中で、渡した方が渡してないっていうことは通用するのかなと思ったら、まあ、そんなことはないですよね、えー。さすが広島県警、しっかりとね、えー、もうここに、えー、やってくれましたね。うん、まあ、ちょっとね、感無量と言いますかね、本来人が逮捕されてあんまり嬉しい話ではないんですけども、今回はね、 私も広島県民の一人として、その、大いに期待を裏切ってね、しかも、県民を欺いてくれたと。で、貴重な私たち有権者の一票を騙し取っていったということでね、えー、プラス、あれでしょこんな不正に当選した人が高額な給料をもらい続けて、で、大した仕事してないわけだ。ああ、まあ、そうなるとね、もうなんか個人的にね、もうなんとかしたいなと、ということですよね。 そのぐらいの気持ちになっちゃいますよね。で、弁護士から止められているとかね、どんな弁護士だと思いますよね。この弁護士もう本当にね、やめてくれって感じですよね。えー、結局、その、被告に有利なように、依頼人に有利なように立ち回るのが弁護士とは言っても、もう根、ね、っからの悪人には弁護人とかいらないんじゃないかなと思っちゃいますよ、こうなると。あー、いや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 。えー、ここにも書いてますね。河合夫妻の数々の悪行を赤裸々に綴っている。 広島政界というサイトにも18日逮捕との記述がある。自民党からのお金の使い道。誰にいくら配ったのか。検察には総理にも官邸にも忖度することなく、不採を実刑にするため最後まで徹底的に戦ってもらいたい。本当そうですね。広島の検察、骨太なところを見せてくださいよ。広島の検察といえばね、うん、やっぱりこの、まあ、仁義なき戦いですよ。あらゆる戦いに勝利してきた、その歴史があるわけですよ。 で、骨太のね、検察広島の、ここだけはね、他の検察とは違って折れないでほしい。どっかの検察は、麻雀したりとかね、よくわかんないことになってたりとかしてますけども、うん、まあ、広島だけはね、こう、がっつりとやってほしいなと思います。えー、もう、本当はね、なんと言いますか、検察に対してはいろいろと言いたいことがあったんですけども、今回ばかりは、あこの2人をね、なんとかするために動いてくださってありがとうございますということを言いたいですね。 いやー、本当にね、こ、憎たらしく見えてきますね。ほんと、個人的に憎たらしくなってきますね。もう、どういうことなんでしょうかというふうにね、個人的感情をあらわにしてますけども、そのぐらい、あの、権力者を選ぶってことは、私たちも慎重にならなきゃければなりませんし、権力者になった人は、あそのね、鳴らしていただいたって気持ちを忘れてほしくないなと思いますよね。私たちの代弁者として言ってるのに、私たちを支配するようなね、えー、それ、欺くような、 ほんと、剣に巻くようなことばかりしてね。本当あれですよ。この二人、何、広島の街歩けるんですかねうん、なんか、怖い目に遭わされちゃったりしないですかねなんか、逆に心配になってきましたよ。なんかね、かね熱狂的に恨む人とか出てき、来なければいいんですけども、それはちょっとね、えー、しっかりと裁かれて罪を償った後は、もうまたね、五分で行きましょう。この二人も、何かの才能あると思うんで、またどっかでね、 この、国会議員以外の仕事で頑張ればいいじゃないですか。ということでございます。